白山公園は、新潟島の中央部、新潟県新潟市中央区一番、堀津宇町地先にある公園である。1873年に布告された大乗官布告により、日本で最初に開設された25カ所の都市公園のうちの一つであり、日本の都市公園100選にも選ばれている。2018年度に国の名称に指定された、白山神社東側に園地を有する。 南側は空中庭園を経由して、品野川安らぎ包みとも接続している。園地は現在約7.0ヘクタールの広さを有する。7月下旬から8月にかけて、レンの花で埋め尽くされるハスイ写真左手に立つのは、ラジオ島北東部北西部1934年2月5日と1936年1月10日の2度に渡って、 飼い主をなだれから救った中堅玉子の銅像。1932年 NHK 新潟放送局の開局1周年を記念し、ラジオ放送普及を目的に、ハスイケ内に建立された。データイムには NHK ラジオ第1放送が流されていたが、2013年に老朽化によって破損。その後修復され、2020年現在稼働中。 南部1989年3月に建てられた、楠本正孝ま像白山公園の設立を計画した、第2代新潟県令、楠本正孝の銅像。形状はキリシタン道路に酷似。昭和大橋から見た、白山公園の劇場群江戸時代の日本では、誰でもいつでも自由に利用することができる公園のようなところは、ほとんどなく、明治初期でも公園は、 外国人居留地である横浜と神戸にあるのみだった。白山公園がある白山神社境内は松原が広がり、品の川越しに、八彦山角田山越後山脈を眺望する江戸時代以来の継承地であり、白山祭りなどでにぎわう新潟町民の行楽地でもあった。さらに、境内地は江戸時代には無税地だったため、1871年1月の 大上官布告によって勧誘地になっていた。1872年5月に2代目、新潟県令として赴任した楠本正隆は、新潟に赴任する以前は、外務大進むとして活躍し、開港場である新潟を開花の地として発展させるために公園を設けることにした。造園白山公園の工事は、1873年1月の、 大乗館布告以前の1872年から始まっていた。大乗館布告後、楠本は白山神社境内地に造園している遊歩場が布告の公園の条件に一致するとして大倉省に申請した。1873年7月に建てられた新潟遊園地で秋月主事は公園の意義を解き、白山公園がヨーロッパの公園と同じ精神で作られていると、 称賛している。公園がいつ完成したのか、公園の竣工式、開園式などが行われたのかは不明。1875年12月付の楠本から公認県令、長山森テへの事務引き継ぎ書には、現在の工事は、ほぼ終わったとあるが、その後も整備工事は続けられた。明治天皇の巡行1878年、明治天皇が、 新潟県を巡行することが発表され、白山公園の一番の見どころである公園の園を悠々と流れる信濃川と、その向こうにある、弥彦山、角田山、越後山脈の眺望を見るための築山が築かれた。築山は、蓮池の東端に設けられ、白山橋の山道を延長。新潟遊園碑が月山の上に移されて、野田地所が建てられた。 この月山を作る際に使う土を掘った後を整備したのが氷炭地であるとされるが、池がいつどのように作られたのかなどの詳細は不明。巡行当日の9月17日午後、明治天皇は新潟県庁、新潟医学校、新潟学校、裁判所を訪れた後に、官僚博覧会を見学し、公園に入り、月山の野野立所で休憩した。 雨天のため山は見えなかったが、明治天皇は、眼前の信濃川を眺めて帰宿した。この巡行の後に、月山は、美雪が、丘と呼ばれるようになった。昭和初期昭和初期に行われた、信濃川両岸の埋め立て事業によって、南側に造成された埋め立て地には、陸上競技場、野球場、定球場を要する、白山総合運動場が作られ、また定球場となりに、 地元石油会社が建設した会館が市に寄贈され、新潟市公会堂として開館した。戦後以降1964年の新潟地震で液状化現象による噴砂などが発生し被災。園内の施設も損壊した。このうち老朽化した野球場は廃止され、跡地には震災義援金の活用策として震災記念館が建設されることとなった。これが 現在の新潟県民会館である。1970年代から80年代に、家計園内の施設は、次第に老朽化が進み、また、姿勢の交代などによりメンテナンスすら行き届かない、時期があった。公会堂では、ザ・ブルーハーツのライブ公演中に二階席が損壊する、ハプニングも発生した。平成以降1990年代に入ると、老朽化した施設は淘汰された。 また、園地内を経由する川岸町通りは、人工地盤下を経由するトンネルに経路を変え、南北の園地が一体となった。出展、ありがとうございます。